Thank you.
逆にある。 年寄りいじめに来た。いやいやいや、そういう若者のくせに。
でもないよ。これは何？これが2勝や。短く俺かかっちゃう。参照者が伝わる。3日で。
じゃあやろうってか飯食いに行ったよかったじゃん。お前愚痴んなよ。だますしかし。ええわ、もう食わん。目焼き取りいる？結局三重に取られた。俺のチクネと面白。¿Qué es eso?
どうしよう。もう結局終わっちゃうからね。見えたら、ちょっと待って。見えたら、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 吉野家のすき焼きになぜやこうやって巻いて。しかも吉野家のすき焼きは80円です。何それ肉2倍、300円プラス、980円。うまい。もうちょっと先やないかな。秋元が全然強いわ。
こんなついこの間まで行ったんですけど、去年は去年は何だ今年は大規模と思って聞いたもん急にね、去年のね、じゃ今年の頭ぐらい強い脇元クリックした出てきた。だっていかんかったらそれでうちのが抜けんがいい無理やこれでも先行なのかなそうそう先行やけどThank you.
Thank you.
上が遅い2倍に待ち受けて送っちゃう。1985年からのグランプリをプレイバックしよう。いっしょ、そんなん見てもほんちらっと脇本見たで言うちゅう。脇本のチケットまで来たらやばいよ。負けちゅう2着とか3着の時でもやばいよ。一中の時は残り1周半ぐらいからガッツリ残り1周半ぐらいいくね。しかもあれではこういうのもつがいよ。もう無理だよ、お金やつこれ、けどグランプリになったら他のメンバーどうするの。1周半から行かれたら無理やろ。無理やろけど、さすがにそこから平原じゃなんじゃって、その先行できるその S 級の偉い手がおったよね。いや、平原は先行しても持ってたんで。平原ってか、なんか燃えてる俺誰だっけ。なんか大人な趣味だと思う。平原は誰だよ。平原山本最後は竹田も平原でしょ。平原じゃもう追いつかない。平原じゃ多分下手したら平原はあの脇本の後ろでない。脇本どこに行ってるの。取ったらまたちょっと景色変わる。6位と奈良と2人が作れる。村上の4人並ぶ。もう無理や。もうだからこの秋元の後ろを狙いにしかないだって。可能性があるんですよ。そうなら先輩のメンバーはもう秋元行かせだけ行かしようってのをもう垂れるのを期待してそう。だからもう秋元行かしてマクルはもう無理や。4人もいる。さすがにあの4人もいる。Thank you.
聞いたことをしたって言われた。
俺は呼びたい。
違うんだ。
7番テーブルで試合です、中村翔介さん、森本さん、Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.